はい、こんにちは、やすです。今日はね、5月27日、えーで、26日のね、米国市場を振り返っていこうと思います。えー、ハイグロ大幅続進、FRB 次第で相場不透明、買わずに次の相場を待つという、ね、内容でお届けしたいと思います。まあ、今日ね、あのー、基本的に3指数とも結構、まあ、穏やかというか、あんま動きのない日だったんですけども、あのー、小型株、 あの別にテック関係なく小型株がよく伸びた日でした。で、その中でも特にハイグローがね、えー、ハイテクグ,グロースが大きく伸びてきましたけども、ただ引き続きやっぱ FLB の政策によってね、結構不透明な状況が続いてます。なので、まあ、あの、結構今慌てて買うよりかは、まあ、買わずにね、次の下げを待っていく方がいいんじゃないのかなというふうにね、思ってる内容をお話ししていきたいと思います。今日も見ていただいたいとりね、 動画だと思っていただければ、チャンネル登録、いいねしていただければ嬉しいです。あとすみませんね、今日また遅れちゃったんですけどもね、もうね、引っ越し、引っ越し、引っ越しなんでね、ちょっと引っ越しが落ち着くまでは、ちゃんとね、あのー、分析動画だったりとか、ね、ちゃんとした時間に出せなくてね、本当すみませんが、引き続きね、えー、応援していただけるとありがたいです。えー、初めての方、自己紹介ですけど、もともと日本でエンジニアしてて、その他アメリカのゲーム会社で、ね、データになり、そして今、米国の投資事業をしてます。Twitter、やつラブズ、テックでやってますんでね、こちらも合わせてフォローお願いします。 えと今日ニュース解説とちょっと見通し的なところもあるんですけどもね、今日の動画が皆さんの幸い、参考になれば幸いです。えー、と今日のニュース、早速いきますけれども、まあ今日はまあ、3指数上がったといっても、ダ、ま、ウ、あ、がプラス0.03で横ばい、えそのビがプラス0.2、ナスダックがプラス0.6、ラッセルがプラス,0あプラス2%、あビックス大きく下がってますね、17.36っていう感じになります。 まあ、あのー、ただ、消費者物価指数のニュースが出てから、まあ明らかにね、テック循環の方が強くなってきてます。で、これは今までのね、動画の中でもお伝えした通り、まあインフレ懸念が構在してるっていうことで、テックが上がりやすくなってるっていうことと、もうダウ系、いわゆる景気、景気敏感株系がもう今年ダウだけでね、えっと、プラス10%とか11%上がっちゃって、 でも EPS とか PR 的にもね、だいぶもう今年年末までの株価を折り込んでますので、少なくともダウはもう上がりづらい状況にはなってる、ナスダックはまだまだ上がる余地があるというのは、正しい解釈だと思います。なので、今後後半に向けてね、あのナスダックの方がダウよりアウトパフォームしていく展開になるんだろうなと思ってます。ただ、ナスダックの方がダウよりアウトパフォームするっていうことは、ナスダックが上がっていくという意味ではなくて、 例えば今後、テーパリングとかでね相場全体が下げていった時も、多分 DAO の方がナスより下げていくとか、そういう話になると思います。ただ今はもうね、おそらく DAO DA 系よりナスダック系、特に GAFA も中心としたナスダック系の方に動きが固めてるんだろうなという印象は強いです。10年金利はねプラス0.03ということで1.581%でねだいぶ落ち着いています。 えっと、今日ね、国債の消化もあったのかな国債の消化もあったんですけども、結構順調に消化を行われたみたいです。えっ、ー、と、今日のこのヒートマップを見ると、まあ、わずかにテックですよね。テックが、まあ、わずかにプラスっていうことで、まあ、あとアウ系は結構、まあ、マイナス回りつつって感じなんですけども、まあ、あと、ここ、ここのね、割とこう、リア充系の銘柄、えっ、ー、と、カジノだったりアパレルだったりっていうところが結構ね、上がってます。はい、その辺は結構今日上かりましたね。 999、えー、はプラス0.35なんですけども、まあ、うん、今日は、うん、じわっとしか上がらなかったですね。うん、ただまあ、50日に150日線、200日線ともにね、全部上向いてますので、まあ、ゆっくりゆっくり上がっていくといいなという感じですね。ただまあ、出来たかがね、結構低いのでね、本格的な上昇トレンドっていう感じはまだしにくいかなと思いますけどもね。うん。はい。まあ、6とか、 ね、スナップとか集めたキラキラ系、えー、ETF の ARKW ですけども、まあこちらもまあ、まだまだ50日戦がね、下げトレンドなんで本格的な上昇ではないですが、ともね、ハイグラはまだまだ、あのー、入ってよしっていうね、えー、ETF からはそんなサインは見えないかなと思います。えー、WCLD の方が、まあ昨日から、この間から言ってる通り、 てますと今日の上げ幅も1.85なんでね、やっぱビジネスサーズ、ハイぐらいやっぱビジネスサーズの方がまず入るべきところだと思いますけども、これもねタイミング待ちかと思います。うん、タイミング待ちかと思います。ただなんかまあ、割とね、この辺の下値でね、守られてる感じなんでね、というふうに思います。はい、今日はね、テック中心の大幅、小型か大幅とも、ペロトン111まで来たんですね。私 なんだっけ、あの、トレッドミルのさ、なんか、ランニングマシーンのリコールのニュースが出たっていうのを売っちゃったんですけども、あそこからも三30円も上がってるんですね。えっ、ー、とね、実はね、ニュースがいろいろあって、まあ実は決算が良かった。で、リコールの金額が数百ミリオン。まあ、まあ大したことないっちゃ大したことない。で、えっ、ー、と、あとは、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、もう一つのニュースが、最近工場作ったんですよね。で、供給力を大幅に稼働したっていうね、まあその辺もあってね、ペロトンっていうのは今大きく上がってますって感じでね。 本当にリコール何だったんだよって感じはしますけどもね、うんはいえー。スキルスとかもね、こういった話題名から曲がってます。で、ウォールストリートビーティングがね、戻ってきましたね。ゲームストップが37%。AMC はプラス68%あ。ごめんなさい。これは3ヶ月で、1ヶ月でか。プラス37で、AMC がプラス68で。AMC なんて、あの2月ぐらいの高値にね、あの近い値段になってきてるんですよね。まあ、あれじゃないですかね。あのー、 仮想通貨からこっちに来たんじゃないですかね、普通に。そんな感じがすごくします。なんかそういう記事もちらほら見た気がしますけどもね。また再び、あの、小型ストックマーケットがちょっとこう遊ばれる展開にはなってきたので、こういったところから見ても、今日のハイグロの伸びっていうのはやっぱこういった、まあなんですかね、こういった筋に遊ばれてる感じがするので、まあ何か悪いニュースが出てきたら、今度は、 これを返す方々で思いっきり下の力が働くことと思います。うん、ゲームストップとか MC がこんなに続くわけないので、どっかでやっぱ必ず売りが入るので、売りが入ったらね、あのまた小型株下がっていく展開になるんじゃないかなと思います。えー、っと、今日は特に目立って大きなニュースはないんですけども、あのー、次々とね、FRB っていうか、まあ、え連、ー、銀 から、あのーまあ、FRB とかの幹部たちのから、そういう、えー、インフレとか、金融政策変更しないよっていうコメントが次々出てます。昨日も確かどこだっけな、昨日もどこかから出てましたよね、アトランタだっけ、昨日。う。きはサンフランシスコの連銀総裁とかからなんですけども、あのー、インフレーション、まあ、気にしなくていいよ。えー FRB 金融政策もしばらく買えませんというコメントが次々出てきてますっていうところが、まあ、一応、交換して、えー、とテック株が上がっているという感じになります。まあ、なんでね、ねやっぱこの辺から見てもね6月に変なショックっていうのはないと思ってます。あとねもう一つ、これが結構大きかったなっていうのがこれっ、えー、と、ね、一昨日のニュースで私、キャッチし忘れててなかったんですけどもあの中国がコモディテ,ィティの統計の取り締まりをしてました。 あの、銅とかね、いろんな価格が上がってるんですけども、それはどうやら、まあ、少なくとも中国マーケットでは、あのー、まあ、値段を釣り上げようとする投機筋の動きが、まあ、ちょっとその、なんていうんですかね、無視できない水準に達してて、で、通極当局がそれを取り締まりに動いてる。なので、最近小持の価格が下がって、え、インフレ懸念が後退して、えっ、ー、と、テックが上がってるというストーリーになります。うん。 まあなんでね、まあ、あの一旦行き過ぎた過度なインフレっていうのは本当にやっぱ落ち着いてきてるんだろうな。で、やっぱインフレで売られたテックがちょうど戻し始めてきたっていうところが解釈としては正しいと思います。えー、その他のニュースなんですけども、アメリカの、ね、国民の54%が失業手当の増額廃止を支持ってことですね。ほとんどがね、共和党とか、まあ、裕福な人がこの54%含まれてるらしいんですけど、というものを50%超えたんでね。 民主党も3トとか支持してるっていう話ですね。うん。まあ、これがね、今、あの、結局、なんで廃止を支持してるかっていうと、やっぱし、この失業給付金の増額のせいで、働かない、働くよりかお金をもらった方がいいって考える人が多いから、やっぱ真面目に納税してる人たちとかは、ふざけんなっていう意見なんでしょうね。で、私も非常にそう思います。私もかなり多額の納税をしてるのでね、あのいや、もうそんなにもう、 今、レストランとか、ね、あの採用できなくて困ってるぐらいの、その、売り手市場なので、<laughs> そんなもう、あの、失業手当は必要ですけど、失業手当は増額は必要ないですよねって、うん、増,増税しといて、これはやっぱ支持されないだろうなというふうには思います、はい。まあ、民主党系がね、これをどう考えていくかっていうところが、まあ、今後の見ものですね。でも、少なくとも、あの、民主党のマーティン、えー、上院議員は、あの、 増額廃止を支持していると思うので、まあ民主党といえどもね、この辺のポリシーというところは変えていかないといけないんだろうなというふうに思います。えー、これとね、次になるニュースですね。ニューヨークのレストラン人が採用できてません、えー。採用できてない理由がいくつかあるんですけども、まあさっきの失業給付金の話もあるんですけども、あのー、結構興味深かったのが、まあ去年のコロナが開始したときに、まあみんなレストランレイオフされちゃったんですけども、二、えー、つの 大きな流れがあって、1つ目はみんな街を離れちゃった、ニューヨークを、まああの。よく言われてることなんですけども、コロナが起きてからニューヨークから人が減ったっていうのがよく言われてますよね、まあ、ニューヨークってもともと高い街ですから、あの特に何て言うんですかね、ニューヨークにそのオフィスに出かけるとか、レストランに行くとかいう理由ではない限り、普通にニューヨークから離れるとか安いんですよね。 で私もこう例外じゃなく同じように考えてて、サンフランシスコが高すぎるので、テキサスに行くっていうふうに考えてるんですけども、まあ、そういう人たちがめちゃくちゃ東海岸、西海岸に多いので、単純に人が減ってるっていうのがやっぱあるみたいです。採用できる人がね。で、もう一つは、去年レストランをレイオフされた人たちが、去年 1, 1年間の間であの、レストラン以外のよりいい食についた可能性があるっていうのはありまして、まあ、例えばそれこそコントラクターで、なんか、 デザイナーの仕事やったり、エンジニアの仕事やったり、まあ、レストランやってる人が、ね、どうやってるか分かんないですけどもあの、という仕事について、そっちの方がうまくいってるから、もうレストランに戻ってこなくなったっていうね、いろいろな説があるみたいです。いずれにせよ、ね、今、ニューヨークのレストランはもう人が全く採用できない状態で、これが2、3ヶ月続くだろうというふうに言われてます。 まあなので、えーと、このことからね、失業、えー、と雇用統計か、えーと、5月とか6月、すみません、六月とか7月の雇用統計っていうところは、まあ、そのため人が今、採用できてないので、新しく、雇用統計ってやっぱ、何人新しく採用が進みましたかっていうところなんですけども、まあ、やっぱりまだまだまだその予想を超えるような雇用っていうのは、まあ、それはおそらく進まないんじゃないかなというふうには思ってます。 た、うん、とえいうものの求人は積極的なのでまあもうその中期的ぐらいのスタンスあの中期的ぐらいのスパンまあ3か月とか6ヶ月ぐらいっていう意味では FRB が政策金融政策を変更するような声の伸びっていうのはやっぱその見られるまあ FRB だとしたらね求人は積極的だからもうあの金融政策やめるよっていうところも言い出すかもしれないですしまあもうその FRB が注目しているその雇用とか求人という意味では、もうだいぶ温まってきてるんじゃないかなという感じがします。今日の収、ね、を決算を見ていきます。えー、とまず、オクタですけども、えー、EPS がマイナス10セント、まあ、予想より10セント高いって感じなんですけども、売上が250で予想より11ミリオン高い、YY37 いいでうん。ちょっとオクタ、あれですね、成長力弱まりましたね。うんこんな弱かったっけね。うんえー、次回考えでマイナス3%。 えー、PSR は40か、うん、ちょっとこれきついと思いますけどもね、うん、多分2月、てかこの辺の高値をね、YOY37 ぐらいじゃこの高値はなかなか超えるのは難しいだろうなというふうに思ってます。奥田に関しては多分来年の1月ぐらいまでね、この辺の高値を超えるの時間かかるんじゃないかなという印象を持ちます。これだとね。ス、え、ノーフレイク。 EPS ね、19セントミスしました。まあね、金利が上がっていく中でね、EPS のミスっていうのは、なかなかネガティブな印象だと思います。えー、売上は228ミリオン、予想より15ミリオン超えましたけども、YOI110% ということで、これもちょっとスノーフレーク、若干減速してますね。うん、ちょっと決算見てみないと分かんないですけども、もともと130度、140度ぐらいだったと思うんですけどね。 はいで時間外で株価マイナス3%ということで、これもね PSR120 ですからね、うん、ちょっときついんじゃないかなと思いますけどもね、スノーフレークがしっかり上がっていくにはね、もっと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 下がらないと私はきついんじゃないかなというふうに思ってます。 n b a 決算良かったですね。EPS が3.66で予想よりも38セント上回るということで、売上が5.66ビリオン、えー、予想より250ミリオン上回って YOI83%、素晴らしいですね。途、えー、ちょっと NBJ 追ってなかったんですけど株価だいぶ戻ってきてるんですね。ここまで戻ってきましたね。でトレンドを見ても、 株価が50日平均線、150日、200日平均線の全部上にいるし、あ、これ200日平均線で綺麗に反発するんですね、NVIDIA って。へで、PSR が20ちょっと PR。PR は高いね、この会社。PSR は別に過去の歴史的に見て別に超高いってわけではないので、あのー、この辺とか25とか6あるんですけども、この辺より成長力今上がってるんで、 まあ22、23くらいか、今。うんまあ、この YOR80 とか90っていうのが維持できる前提であれば、NVIDIA っていうのは EPS に応じて伸びて、EPS とか売上に応じて伸びていくフェーズに入ってんじゃないかなというふうに思うので、まあ、おそらく、こんだけ売上を叩き出してれば、あのー、この、なんですかこ、ここの底値だったりとか、この底値を下回るような下落っていうのはもう、 ななないいいんじゃないかなと思いますこ,のこ,のこういういい決算を出し続ける限りですね。出来高はどうでしょうかね。今日の出来高とか見てみたいですね。うん。まあ、ぼちぼち。まあ、少なくもないなって感じですね。多いわけではないですけども、少ない感じはしないですね。はい。えー、っと、決算は引き続き明日。デジタルタブバ今日なんか決算って書いてあったんですけど、なんか決算見れなかったんですけども、明日になったんですかね。ちょっとまた後で確認します。明日はビーバー。 とかかな注目はビーバ。ビーバかな一番注目は。あとボックス。アウトデスクもあるんですね。セールスフォース。まあ、その辺が注目かなと思います。お、ダラーツリー。個人的にダラーツリー好きなんですよね。アメリカにある、あの、ダラーツリー、1ドル、1ドルでいいのかな ?1 ドルショップです。1.5ドルだったっけあの,いあの、ダイソーのアメリカ版みたいな感じで、結構私もダラーツリーは使います。はい。あ、アナプランが下あるんですね。アナプランも注目ですね。 で、その他いろいろなんですけども、えーと、スケジュールはこんな感じになってますということで、引き継ぎ雇用統計、消費者物価指数、FOMC、支払期末のリバランスっていうところがね、6月、まあ、下げイベントいっぱいあるんで、下げる可能性のあるイベントがあるので、このままハイグロが、ね、上がっていく一筋縄でいかないスケジュールになってます。何かどっかで雇用が良すぎるとか、あのインフレが、少なくとも次のインフレ、めちゃくちゃインフレの出る数字は確定しているので、 去年の5月から比べると、あのインフレ率4%とか出てもおかしくないので、あのまあ予想通りかもしれないですけどもね。で、さらにそれで FOMC を迎えるので、まあ、下げそうなイベントはいっぱいあるので、ちょっとでも下げイベントの様子を見せると、今の,その上がったハイグロっていうのは、どん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 今度、売りに力が働いていくと思うので、やっぱそういったところからでもね、今は入るタイミングじゃないんだろうなと思います。 もう17分なんで、所管をちょっとね、こうパパパっていくんですけども、まあ、基本的にインフレをこう、う懸念が後退するニュースや、小餅の価格ね、昨日トウモロコシ出しましたけども、落ちているので、まあ、テックリからテック買いに転換しているんですけども、あのグロース、決してね、割安じゃないので、無理に入る必要はないかなと思います。あのー、割安じゃないので、おそらく、基幹投資家とかもしっかり入ってこない、できたかもそんなにあるわけじゃないので。 あのまたこれは、なんかちょっとネガティブなニュースが出た瞬間に、ドカ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 って売り込まれていく状況になると思うので、まあ、前回の底値は割るかどうかまだ分からないですけどね、あの今は手を出すところじゃないなと思います。ただ、これはあくまでも小型グロースのことを言っているので、GAFAM は、ね、EPS に連動した、ね n ルミデもそうです、ガファムは EPS に連動した株価になってきているので、本当、GAFAM に関しては次の EPS が、ね、出せるかどうか、出せるんであれば、えー、2月の高値を超えてくるようだ。 くるんじゃないかなというふうに思ってますなので、えー、999はねいい,いいと思います基本的には、うんえー、インフレのリスクが後退してるのでねマーケティングは今短期的にいいんですけどもあの出来高そんな高くないのでまあ、多くの投資家は様子見してるんじゃないかなというふうに思っているのでやっぱテーパリング発表するまではね動きづらいなと思います雇用統計消費サブックス FOMC にね採用されると思います まあ正直ね、FRB の次の動きは読めないので、一気に出動は難しいなと思うんですけども、とはいね今、こんだけインフレが後退してきて、失業率がそんな改善しないってことになると、まあ、私は6月,6月、7月とか8月ぐらいなんかアナウンスするんじゃないかなと思ってるんですけども、とはいの11月までね、何も動かない可能性とかもあるんで、やっぱり今はもうね、詐欺イベントに応じて、本当に10分の1ずつとか、ちょっとずつ足していくような感じで投資するしかないかなと思います。 先週の金曜日か木曜日だったかな、私、あのー、ちょっとここで999足しますっていうね、動画を出したと思うんですけど、やっぱああいうタイミングでね、ちょっとずつ足していくしかないんじゃないかなと思ってます。あと、ツイッターの方で WCLD 買いましたっていう報告したんですけど、あそこも結構下げたときだったんで、ああいうタイミングでね、ちょっとずつ買うしかないんじゃないかなと思ってるので、まあ、下げイベントを待って、下げイベント必ずあると思うので、特に次は四半期末リバランスですからね、えー、必ずあると思うので、 下げイベントが来たらみんなショートセラーがガン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 ショートしてくると思うのでまあ3日4日待ってちょっと買うでそれをまた毎月繰り返していくみたいなそんな感じがいいんじゃないかなというふうに思ってます特にね仮想通貨のお金が流れてきてるので下げイベントが発行するとね一気に下がると思うので ま、作業を予想して作業を待ってね、仕込む感じでいくといいんじゃないかなというふうに私は今考えてます。なので、ま、もう、その、キュキュキュとか、ま、その他、こう、小型グロースとかね、ある程度こう、選定し始めて、9月以降、いい、いい調子になるような気もするので、選定し始めて、ま、下げたら、それらの選定した銘柄の10分の1ずつ買っていくみたいなね、まあ、そんな感じで考えてます。という感じです。はい。 引き続きね、こちらサポートいただけたら嬉しいです。ってわけでね、今日は5月27日、ハイグロ大幅促進、FRB 次第で相場不透明、買わずに次の作業を待ちましょうっていう、ね、内容をお届けしました。ではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。